はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。出た。諸君、ご飯にするで。いけるけどな。ガチャが最大2回か。ナイス。残念、星さんは出なかった。ストーリーをやろうか。
園の件ではいろいろと世話になったな。え、大したことしてない？相変わらず控えめなやつだな、お前は。でも私はすっごく感謝してるんだからな。あれから何日か街の様子を見てきたけど、もう思い出にとらわれてるやつはいないみたいだ。本当に成功してよかったな。で、今日はその礼と祝いだ。私が怒るから飯でも食べに行くぞ。その後はようやく落ち着いた街をブラブラするのはどうだ？不安？そうだな。で、日差しが強くないか？ちょっと眩しすぎるぞ。一体何が？うぎゃー！助けてくれ！殺される！お？過去の世界に。見つか。見つけた。奥。まったく、自分から勉強を教えてくれって言っておいて、逃げるなんてダメダメだよね。そう思わない？でも、やっぱ勉強とかクソだし。でもじゃないよ。逃げるだけならまだしも、よそ様に迷惑かけないでよね。すみませんね、うちの連れが。おや？君、うちの学生だね。宿題ね。そうか、偉いね。僕は彼女の教育係だったんだけど、このありさまでね。僕もびっくりだよ。いや、世間ってのは想像以上に狭いもんだね。そうだ、これも何かの縁だし、君も一緒に勉強しよう。安心して、僕頭いいからさ。宿題以外の苦手な教科も教えてあげるよ。おい、何言ってるんだ。そんなのダメに決まってるだろ。君がいてくれた方が彼女もきっとやる気になると思うんだよね。何より知り合いが目の前にいるのに逃げ出すなんてカッコ悪い真似できないだろうからね。おい、私は嫌だからな。聞いてるのかなあ。君が始めたことだよ、諦めようね。文章読んでるだけで頭が痛くなってくる。数字を見ると吐き気がするぞ。そんな漫画みたいなセリフ言う人初めて見たよ。君はどう？どこかわからない問題ある？どれどれ、ここはね。無意味、そっちはどうかな。あ、わからないということがわかったぞ。あらま、こっちはダメだね。そもそもなんで急に勉強なんかしようと思ったの？控えめに言って君、頭悪いじゃん。おい、全然控えてないぞ。もう少し気を使え。別に大した理由じゃない。私の目標に到達するには強いだけじゃなくて頭も良くなくちゃダメだって思っただけだよ。へえ、そうなんだ。感心感心。というのはまあ嘘じゃないけど、あくまで表向きの理由だ。本当は万が一奥藤と離れるようなことになった時、一人でもやっていけるようにしておくんだ。そんなことはないと信じたい。でも私たちがしていることは危険と隣り合わせ、万が一のことも考えておかなきゃな。とか思ってるんだろうね、ノエムのやつ。気を回しすぎなんだけど、ノエムなりに考えてのことだし、深く詮索しないで付き合ってあげるか。だとしたらこれくらいの問題はちゃちゃっと片付けてもらわないとね。ほら、彼なんかもうこんなに解いてるよ。いや、でも無意味ちゃんには難しかったかな。
ごめんね、無理しなくていいよ。何？私を誰だと思ってる。この程度の問題、マッハで片付けてやるよ。ほんと扱いやすいな。いやいや、こちらこそごめんね。変なことに付き合わせちゃってさ。まさかアキラのプリンセスナイトをノエムを焚きつける出汁に使うことになるとはね。でもその分勉強いっぱい教えといたから許してほしいね。世話になったな。今日のところはお前の方が点数良かったけど、次は私が勝つからな。それじゃ。なあオクト。なんだいノエム。私たちは二人で世界一の大悪党になる。それは分かってるよな。まあそうだね。だから絶対私から離れるんじゃないぞ。ま、君がそう言うなら従うよ。でもこの先大変なことが起きても悲しくて泣いたりしないでよね。アホか。天下の大悪党が泣くわけないだろ。いいからちゃんと約束守れよ。いいな。はいはい、仰せのままに。どんな記憶が再生されるかと思ったけど、ちゃんとしたいい思い出でよかったわね。この前の奥藤との件もあったからちょっと心配ではあったけど、どうやら杞憂だったみたいね。残念ながら今2人は離れ離れだけど、ノエもそばにはあいつも、そしてたくさんの仲間がいるから大丈夫。アクセス終了、リブート開始。2人の約束が果たされる未来、楽しみに待つとしましょうか。私外で寝ちゃったのか。昔の夢見てたぞ。なんか勉強とかしてたな。勉強くそー。でも奥藤も出てきたから悪くなかったな。ああ、そういえば解放の力がなくなってどう思うかだっけ。あ、まあ今まであったものがなくなるってのは寂しいもんだよな。相棒がいない今だからよくわかるよ。でもな、未来へ進む気持ちは変わらずこの胸にあるし、お前もカヤとのぞみもいてくれる。不安になる要素なんてこれっぽっちもない。つまり私の未来は明るいってことだ。待ってろよ未来。私とオクトーが必ず世界一の大悪党になってやるからな。はあいきましょう。美里です。あらあら、こんにちは。今日はどうしたの。それはお疲れ様。ちゃんとお仕事できて偉いわね。先生はこれから保育園のイベントの用意があるのよ。せっかく会えたのに入れ替わりになっちゃうわね。あらあら、手伝ってくれるの？嬉しいわ。本当に優しいのね。それじゃあせっかくだし、お言葉に甘えちゃおうかしら。
ここら辺にしましょうか。今月お誕生日の子はそんなに多くないから、数はそこまでいらないわね。ん？あらあら、ごめんなさいね。何にも説明してなかったわ。毎月恒例のイベントなんだけどね、その月に誕生日の子たちをみんなで盛大にお祝いしてるのよ。それでね、その子たちには最初にお花で作った冠を渡すの。今日は君たちが主役なのよって。そのお花を集めに来たの。一人だとちょっと大変だから、あなたが来てくれて助かったわ。それじゃあ始めましょうか。青いお花があると思うから、それを集めてもらえるかしら。それが今月の誕生花なのよ。一通り集まったら一緒に冠を作りましょう。お花集めの始まり始まり。あ、そうよ、そのお花とっても綺麗でしょ。お花を摘むときはちゃんとお礼を言いましょうね。お花さん、ありがとう。綺麗な冠にするからね。そうそう、お花さんもどういたしましてって言ってるわ。さあ、お花集めを続けましょう。ふう、たくさん集まったわね。あなたのおかげね。ありがとう。お誕生日は一年に一回、思い出に残る特別な日にしたいもの。これならみんな喜ぶ立派な冠ができそうよ。早速作りましょう。そうそう、上手よ。そうしたら茎が上になるようにして、それだと少し巻きつけが甘いわ。こうやってくるっとキュッと。そうよ飲み込みが早いわね。これじゃあ先生すぐ追い抜かれちゃうかも。あ、そうだわ、せっかくだしあなたのお誕生日も先生教えてほしいな。あらあら、そうなの。それじゃあお誕生日の月にはお祝いしないとね。先生張り切ってケーキとか作っちゃうわ今から楽しみね。あ、そこは通す部分は逆ね。最後にそこに茎を差し込んで完成よ。パチ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 。あらあら、初めてなのに上手ね。この調子で作っていきましょう。でもその前に、はい、お手伝いしてくれてありがとうね。その冠はプレゼントよとっても似合うわ。あら、あらあら、これ先生にくれるの？あらあら、私もお礼としてあげたのに、そのお返しだなんてとっても嬉しいわ。似合うかしら？あらあら、かわいいだなんて照れるわ。冠のおかげね。それじゃあありがたくいただくわね。宝物にしちゃいましょ子供たちがよく同じようにお返しって言っていろいろなものをくれることがあるの。私からしたらその子たちの笑顔が何よりのお返しなんだけど、それでも形に残る何かをもらえるっていくつになっても嬉しいものね。プレゼントってこんなに幸せな気持ちになれるんだから、
子供たちはお誕生日が楽しみに決まってるわよね。それじゃあ冠、子供たちの分も作りましょうか。あなたは純粋で素直で優しい子ね。だからこそ放っておけないって思っちゃうの。どんどん行きましょう。母親ポジションなのか、先生は。あなたがいてくれて助かったわ。今日はいつもよりたくさん絵本を持ってきたから運ぶのが大変だったのよ。手伝ってくれてありがとうね。よしよし。絵本ってね、子供たちにとって教科書みたいなものだと思うの。楽しみながらいろいろなことが学べるでしょ。素敵な絵本を里だけじゃなくて王都の子供たちにも知ってほしくて、休日はよくこっちまで来てるのよ。一緒に来てる親御さんたちも楽しんでくれてるみたいで、先生とっても嬉しいわ。あ、美里先生だ。あら、なあ、こんにちは。こんにちは、ママ、美里先生。はいはい、聞こえてるからそんな大声あげないの。美里先生、こんにちは。あらあら、こんにちは。いつも娘がお世話になっています。すみません、騒がしい子で。いやいや、そんなことありませんよ。ご迷惑をかけてなければいいんですけど。とんでもありません。むしろいつも元気をもらっています。そうだよ、私はみんなに元気を分けてあげてるの。そうね、いつもありがとうね。よしよし。今日はお買い物ですか？いえ、病院へ行ってたんです。こっちの方が里よりも大きいので。あらあら、もしかしてお風邪とか？違うんですよ、実は。ママね、赤ちゃんができたんだよ。あらあらあら、それはそれは、おめでとうございます。この子ったら。ありがとうございます。予定日はいつなんですか？まだ3ヶ月くらいなんで、だいぶ先なんですよ。私、お姉ちゃんになるんだ。あらあら、それじゃあお手本になるようなお姉ちゃんにならないとね。大丈夫。それじゃあ人参さんも食べられるようになって。それはやだ。赤ちゃん、楽しみね。うん、生まれる子もぜひ美里先生に見てもらいたいって思ってるんです。もちろんですよ、責任持ってお世話させていただきますね。ありがとうございます。それでは私たちはそろそろ。先生、デートのお邪魔をしてすみませんでした。あらあら、デートだなんて違うんです。ママ、デートって何？
なたにはまだ早いわよ。さあ帰りましょうね。あらあら行っちゃったわ。ごめんなさいね、話し込んじゃって。それにしても赤ちゃんだなんておめでたいわね。どんな絵本を読んであげようかしら。また里が賑やかになるわね。あらあら、そうね、赤ちゃんはね、たくさんの人の愛に応えてお母さんのお腹の中にやってくるの。みんなの祝福の声に包まれて生まれて愛情を受けて育てられて、そして成長していく。人間も動物もみんなお母さんから生まれてくるのよ。もちろんあなたも。そうよね、ごめんなさい、記憶がないんだもの。わからないわよね、知らないわよね。なんでもないのよ、ただぎゅーってしたくなっただけなの。大丈夫よ、あなたには先生がいるからね。そばにいてあげるからね。せめてせめてこの子にとって母親と思えるような先生になりましょう。まだある。元の世界か。あの子は本当に甘えん坊さんでね、私が他の子を撫でたりすると焼き餅を焼いちゃったりするのよ。膝枕している子なんかを見ると羨ましそうに見てくるんだけど、おいでって言うと恥ずかしがって逃げちゃうのよ。いろんな子がいるけど、みんな自分の子みたいで可愛いわ。よかったらあなたも膝枕してみる？私の膝枕、子供たちに大人気なのよ。ほーら、おいで。あらあら、何かしら、すごく光ってるわよ。あらあら、転んじゃったのね。大丈夫よ、先生がおまじないかけてあげる。痛いの痛いの、飛んでけ。美里先生ありがとう。はーい、よしよし、泣きやめたわね。さすが男の子、かっこいいな。あらあら、こんにちは。お散歩かな。先生、膝枕して。あらあらあら、はいはい、やっぱり甘えん坊さんね。え、いいのか。ちょうど子供たちと公園で遊ぶ時間なのよ。よければあなたもどうかしら。一緒に遊んでくれたら子供たちも喜ぶわ。なになに、お兄ちゃんも美里先生に膝枕してもらいに来たの？うん、先生の膝枕気持ちいいんだよ。なんかね、ふわふわポカポカってするの。あらあら、そう言ってもらえると嬉しいわ。じゃあお兄ちゃんが先でいいよ。
優しいのね。それじゃ先生の膝にどうぞ。どうかしら、園児のみんなには好評なんだけど。あらあら、甘えん坊さんね。よしよし、ママですよ。ほほ、すごいなこれ。あらあら、この子ったら。どこで覚えたのかしら。僕のパパとママがね、いつもラブラブなの。あら、パパとママは仲良しなのね。うん、先生とお兄ちゃんはチューしないの。え、パパとママはいつもしてるよ、夢中って。 あらあらあら、どうしましょうかね。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんど忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。にしてもあんた、あんなに甘えていい年して恥ずかしくないの。見てるこっちからしたらゾッとしたわよ。あんたはノリのつもりかもしれないけど、まあそれすら嫌な顔せず包み込む美里さんってやっぱり聖母って感じよね。私もあんな先生にお世話してもらいたいわ。と話しすぎてもあれだし、今回はこの辺にしとくわ。甘えすぎもほどほどにするのよ。じゃあね。あらあら、気づかず二人でお昼寝しちゃってたみたいね。寝ちゃう前にお話をしたからかしら。夢の中であなたを膝枕してた気がするわ。あらあら、もしかしてあなたも同じ夢を見てたの。不思議ね。膝枕しましょうか。いいのよ、たくさん甘えてくれて。ほーら、ママですよ。これ以上はないみたいだな。まだな。とりあえず星3以上にしましょう。どれも行こう。彼女だな、真帆。ああ、でも。
リノですね。心配性ですね。ショータイムですね。ちょ、お兄ちゃん、無理にハンカチで顔を拭かないで。私は別にいいですけど、あんまり簡単に女の子の顔に触っちゃダメですよ。お化粧とか濃い人だったら思わぬパンドラの箱を開けちゃいますからね。お兄ちゃんの顔を見たらほっとしちゃった。お兄ちゃんはいつも私が泣いてるとヒーローみたいに駆けつけてくれますね。おかげで私泣き虫なのに、なんだか最近はあんまり泣かなくなっちゃいました。もう涙ポロポロのポロリーノなんてあだ名誰も覚えてないでしょうね。お兄ちゃんのおかげで私ちょっとでも強くなれましたから。あれ、覚えてません？私昔は泣き虫だったのでポロリーノなんて呼ばれてからかわれてたんですよ。ほら、涙をポロポロこぼすし、うん、名前がリノだからポロリーノみたいな。あまりいい思い出がないあだ名なので、お兄ちゃんは普通にリノって呼んでくださいね。もう私めったなことでは泣きませんしね。私はなんで泣いてたのかって、いやー、模試の結果がかなりひどくてへこんじゃってたんです。頑張って勉強してるのにな。まあ受験本番までにもっと努力して見事に合格すればいい
んですけど、さすがに今日はちょっとブルーな感じです。お兄ちゃん、よかったらまたお勉強で分かんないところとか教えてくださいね。散々お世話になったのに受験に失敗したら申し訳ないですし、私ちゃっかりすっかり合格してみせますから。今後も応援してくださいね、お兄ちゃん。受験ね、あんまり共感できない悩みだわ。私は学校に通ったこともないし、その辺の事情も補完されて、みんな現実的な悩みと無縁ではいられなくなったみたい。頑張れ、リノちゃん。私応援してる。ごめんごめん、ちゃんと説明しないと戸惑うわよね。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。あんたと深い縁のある相手との特別な思い出を再生して追体験させてる感じ。私はあんた自身じゃないから、こういう無縁な方法でしかあんたの頭の中身を整理できないのよね。もうちょいしばらくは同じような夢を何度も見せることになると思うわ。何の準備もなく本来の記憶を取り戻したら頭がバグっちゃうしね。なんて説明してもよくわからないわよね。まあ今は信頼して任せてもらえると嬉しいわ。大丈夫よ、頑張るからね。私もリノちゃんと同じかそれ以上にあんたにはお世話になってるから、恩返しのつもりで最大限に努力するわ。お兄ちゃん、どうしました？なんだかボケーっとしてましたね。さっきの怪しげな光についてはお姉ちゃんに聞いてみたらなんとなく分かったので、まあ放置して言われた通りにちょっと待ってみたんですけど、体調とか悪かったりしません？お茶飲みます？ごめんねって、どうしてお兄ちゃんが謝るんですか？私を励まそうと思ったのに逆に気を使わせちゃって申し訳ないってお兄ちゃんはそんなことを気にするキャラでしたっけ？それに私はいつもお兄ちゃんには甘えてばっかりですからね。たまには私がお兄ちゃんを甘やかしたいです。ケーキよりも甘々に生クリームたっぷりの愛情でご奉仕しちゃいますよ。大丈夫ですよ、受験は残念な結果になりましたけど、まだ次のチャンスがありますし、お兄ちゃんのこともなんとかなるかもって希望が出てきましたし、ケーキはこんなに甘くて美味しいし、今日もとってもいい天気ですから、泣いちゃう理由なんて一つもありませんよね。お、次はのぞみですね。超新薬赤ずきん。お待たせ。早いね、待たせちゃったかな。ところで何その得意げな顔、どうかしたの？え、この前からずっとアイドルのこと勉強してたの？それでアイドルについて詳しくなったって？じゃあ私のことをいろいろと覚えてくれたんだ。ちょっと嬉しいかな。ありがとう。他のファンより詳しくなったって、それは言い過ぎじゃない？すごい自信があるんだね。じゃあ私の次のお仕事が何か当ててみて。誰よりも詳しいならわかるでしょ？わからないんだ。正解は女優だよ。今度舞台でお芝居をすることになったんだ。それでね、
芝居のことでお願いがあるんだけど、いいかな。演技はあまりやったことがないから自信ないんだ。だから練習相手になってくれない？手伝ってくれるの？やった、ありがとう。じゃあまずは台本の読み込みからだね。はい、これ君の台本。私も受け取ったばかりだから内容は知らないんだけど、演目はね、赤ずきんよ。有名なおとぎ話だからもちろん知ってるでしょ。知らないの？そうなんだ。でも台本があるから大丈夫よ。私が主役の赤ずきん役なの。君は相手役の狼をお願いね。早速始めましょう。初めてにしては意外と演技うまいじゃない。それじゃいよいよクライマックスよ。どうしてお耳がそんなに大きいの？どうしてお目目がそんなに大きいの？どうしてお口がそんなに大きいの？嬉しい、私も狼さんのことって、赤ずきんって人外萌え作品だったっけ？なんだかこの台本おかしい。読みながらずっと変だって思ってた。道に迷った赤ずきんを狼が助けて、勘違いした漁師に撃たれた狼を赤ずきんが看病して、こんなの全然赤ずきんじゃない。この後の展開は、友情が愛情に変わった二人、赤ずきんのキスで狼の呪いは解けて人間の姿に。キス？このお芝居キスシーンがあるの？ということは練習してたら彼と。でもそれはその、あれ、ちょっと待って、本番は他の俳優さんが狼役なんだよね。じゃあお仕事の相手とキスシーンなし？それ絶対になしだから。あれ、この台本他の人の名前が書いてある。ってことはこれ私の台本じゃない。間違えて他の人の台本持ってきちゃったんだ。よかった、ごめんね、その台本間違いで。もう遅いか。ねえ、なんでメモなんて取ってるの？アイドルの勉強の続き。へえ、何をメモしたの？アイドルはお芝居でキスもする？するわけないでしょ。変なことメモしない。私そういうお仕事は NG なの。だから安心して。って安心してって何？別に私と君はそういう関係じゃ。あ、いや、そのそういうのが嫌ってわけじゃなくて。また余計なこと言っちゃってる。落ち着かなきゃ。パワーアップできない、強化もできない。お、結構進んでますね。申し訳ないです。上に人上に合うわけ
見過ごすことなんてできるはずないです。だから思わず手が出てしまっても仕方ないことです。忍者や侍なら気を見てせざるは夜泣きなりです。それで結局逃げることになったのは申し訳ないですが、この辺りにひとまず身を隠すです。抜き足、差し足、昆布出し。なんとか落ち着いたです。将軍、この洞窟の中でしばらくゆっくりしましょうです。ニノンと一緒にチルアウトするです。それにしても薄暗い洞窟です。今にも忍びの蛇やコウモリが現れそうです。しばらく将軍のお隣にいていいですか？ありがとうです。将軍のおそばがやっぱり落ち着くです。お腹が空いたらスコンブがありますから行ってくださいです。あれ、将軍、私に何か聞きたそうな顔してるですね。何ですか？だってかっこいいです。弱い者を助けてお礼ももらわない英雄です。素晴らしい人たちです。ああ、私が忍者や侍を見たことがあるのかですって、それが実はあるのです。私がまだ小さい頃、偽物小屋に連れていてもらったことがあったです。あの時の忍者侍のかっこよさ、今でも目に焼き付いていて忘れたくても忘れられないです。それに忍術があれば何でもできるです。立ったまま寝たり、一人でに服を着たり、手を動かさなくても食事ができたり、とっても便利なのです。冗談です。でも楽をすること、それも大事ですが、それだけじゃないです。将軍はきっと天下統一して世界を平和にしてみんなを笑顔にする選ばれた人間なのです。そ、なんでこんな喋り方なの？要は
溜め込んでいるんですか？もう、いつも後回しにしているからこんな目に遭うんですよ。今日が何の日か忘れたんですか？せっかくあなたと一緒に遊ぶ約束をしてたのに、こんなに宿題があるんじゃお出かけできないじゃないですか。確かに。小学生に手伝ってもらうなんて情けないわね、まったく。あ、今のはね、あんたと京香ちゃんの記憶のかけらを元に私が作った夢なのよ。小学生だったんだ。どう？懐かしかった？まあまだピンとこないわよね。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。そうなんだ。頑張ってね。それじゃ、またね。あれ、ここは…そうです。あなたと待ち合わせをしていたら、なんだか妙な光に包まれて…あなたは大丈夫でしたか？私は…なんだかおかしな夢を見て、あなたも知らない部屋で勉強している夢を見た？私と同じ夢みたいですね。不思議なこともあるものです。
立ったまま寝ていたんでしょうか。そんな場合じゃありません。あなたはどうして遅刻するんですか。まったく、夢の中と一緒で、あなたは私がついていないとダメダメさんなんですね。まだ行けます。遅いです。待ち合わせの時間はとっくに過ぎていますよ。もうちゃんとしてください。せっかく二人で遊びに行くのに遅刻するなんて。あなたなんてもう知りません。ピクニックには私一人で行きます。ついてこないでください。私は一人でピクニックをすると決めたんです。あなたとは別行動です。魔物が出るかもしれない。平気ですよ。この辺りは安全度の高いセーフエリアなんです。魔物なんてそう簡単には会いません。分かったら一人にしてください。やられたか。助かりました。あなたは怪我は大丈夫ですか。かすっただけですか。よかった。え、私ですか。はい、怪我はありません。あなたがかばってくれたおかげです。ただその恥ずかしいのですが、腰が抜けてしまいました。一人では立てそうにないです。何ですかその手は。起こしてくれるんですか。でも遠慮しておきます。だってお母さんが初めて手をつなぐ男の人はちゃんとした人にしろって。そうですね、今のところはしっかりしていると思います。最初は怪しくて不審で変態さんでしたけど、いつも助けてくれますし、今日も魔物からかばってくれました。それにさっきは少しかっこよかったです。いえ、なんでもありません。ともかく今のところはちゃんとした人なので、あの手を貸してください。なんとか立てました。ありがとうございます。あなたの手あったかいですね。え、顔が赤いですか。いえ、これはそのなんでもないんです。そんなことより行きますよ。どこにって決まってるじゃないですか。ピクニックですよ。私あなたにお弁当を持ってきたんですから。あ、でもまた魔物が出ると怖いですから、ランドソルに戻って食べましょうか。まだある。
ピーマンを克服。フルコースですね。なんてものを注文するんですか。私本当にピーマンが大嫌いなんですよ。全部です。匂いが青臭いし、味が苦いし、食感が硬いし柔らかいし、名前が変だし、形が変だし、可愛くないし。鼻栓をすれば匂いが気にならない。よくこんなものを持っていましたね。わかりました、つけてみます。こうして鼻に挟んで、あ、匂いが気にならなくやばいと。あ、やっぱりやばないよ。苦くなければ食べられるかも。それはそうですが、どうするんですか。ピーマンケーキ一丁上がり。あ、確かにケーキにすれば甘いし可愛いし食べられるかも。でもこのケーキ、ショートケーキのトッピングがピーマンになっただけじゃないですか。普通にピーマンを食べるのと変わりませんよ。やっぱり私ピーマンは食べられません。もう帰ります。しないでください。
気持ちとっても嬉しいです。ごちそうさまでした。もっと食べろって。いえ、でもそれはなんというか。うん、まだある？まだ。今回一気に進みますね。今日は。メイトレスだったか。私何をして。これお母さんが書いたメモだ。ランドソルまでお買い物を頼まれたんだっけ。あ、こんにちは。あなたもお買い物ですか。あの、背が小さくなったんじゃないですか。私とほとんど背が変わりませんよ。え、当たり前ってどういうことですか。いつもより目線が高いような。お？もしかして私大人になってる。どうして急にこんな大きく。昨日牛乳を飲んだのが良かったのかな。ううん、そんなはずないし。ねえねえ彼女、かわいいね。俺と遊びに行こうぜ。これはもしかしてナンパですか。ナンパをするのは変態だって友達が言ってた。断らないと。でも怖そうな人だし。え、後ろに隠れているって。なんだてめえ、邪魔しようってのか。え、あの、今なんて言いました。私があなたの恋人だから守るって。恋人って何言ってるんですか。私とあなたは今はそういう関係ではないですし、年も離れていますし、種族も違いますし、好きとか恋人とか結婚とかよくわからないし。でも私。
づきませんでした。ごめんなさい。ああいえ、僕は気にしてませんよ。ただ怪我をしていないか心配で。大丈夫そうでよかったです。はあ、夢と同じになると思っていたのに。あれ、なんで私がっかりしてるの。あの夢に憧れたりなんてしてませんよ。別にあなたのことなんて秘密です。あなたには口が裂けても言いません。本当に何でもありません。あなたは知らなくていいんです。これちょうどかな。
職員が昼休みを取ってる間の代理としてお留守番してるだけだし、何か厄介事が舞い込んできても困るんだけどね。実際私がお留守番してるのもこの職業案内所の客の相手をするっていうより、大事な書類などが盗まれないための見張りっていう意味合いが強いし、まあ現代では王宮の意向が薄れてるとはいえ、わざわざ国に喧嘩を売るようなおバカさんもいないだろうけど、ただ座っているだけだと時間の無駄だし、正直賊とか魔物とかの襲撃があってほしいけど、いい運動になるよね、退屈しのぎにも。なんて荒事を歓迎するべきではないね。私も愚かで血気盛んな若者ってことか。剣能剣能ん？おっと、気を抜きすぎだった。窓口の前に誰かが座ってる。お客さんかな。一応応対をすべきだよね。こんにちは、職業案内所に何かご用でしょうか。って仕事を探しに来たに決まってますよね。職業案内所はそのために国が設置したお役所ですし、ここに書類がありますので必要事項を記入してください。文字が書けないなら私が口述筆記をしますのでこの国は識字率が高いんですが、たまに読み書きができない方もいますので、外国からの旅行者とかね、だからそういう代筆のサービスが備わってるんです。あとあらかじめ言っておきますが、私は正式な職員ではないので、お客様にご満足いただける対応ができないかもしれません。まあ正式な職員が昼休みを終えて帰ってくるまでのつなぎぐらいに考えてください。簡単な案件でしたら処理はできますけどね。一応研修は受けましたし私はナイトメアというギルド、まあ軍隊みたいなところに入ってるんですが、その前にちょっと進路に迷ってた時期があって、いろいろなお役所とかギルドに試しに入ってみたことがあるんです。この職業案内所でも一時期ちょっとお世話になってたので、仕事のやり方はわきまえてます。って私のことはどうでもいいですね。すみません、あまりにも暇だったので話し相手に飢えてたんですよ。私おしゃべりが大好きなんです。特にあなたみたいな年上の人をからかうのが大好き。ともあれ、やっぱり文字書けません？記憶喪失なんですか？文字を書いたりとか基本的なことまで忘れちゃって困ってる？近頃どっかでそんな話を聞いたような。まあいいか。じゃあ書類を口述筆記しますので、一つ一つ質問に答えてくださいね。よろしくお願いします。まずはお名前から教えていただけますか？うん、お名前はギルドには無所属で住所も不定。その場合ですとお仕事をご紹介するのはちょっと難しいかもです。日雇いの肉体労働とかならなんとかなりそうですけどね。身元保証人とかいらっしゃいますか？おっと、正式な職員が帰ってきたみたいなのでそっちに引き継ぎます。結局
名前しか聞けませんでしたね。余計なことばっかり言って全然話を進められないのも私の悪い癖です。ん？丁寧に相手してくれて嬉しかったと。お礼なんて変な人ですね、あなたって。私もあなたと話すのは楽しかったですよ。あなたにはなんだかちょっと引っかかるものを感じるし、またどこかでお目にかかれたら、その時こそたっぷりおしゃべりをしましょう。
ほら、行けます。こっちこっち。呼び出しに応じてくれて助かりました。ちょっと遅刻したのは減点対象ですけどね。女の子を待たせちゃダメですよ。へえ、今日はお掃除の当番だったんですか。寝泊まりしているサレンディア救護院っていうところで家賃の代わりとして家事とかを手伝ってるんですね。そういう事情なら仕方ありませんけど、待たせた分今日はたっぷり私の相手をしてくださいね。ともあれ、私タメ口で喋ってもいいですか。どうも苦手なんですよね、堅苦しいの。そちらの方が年上っぽいですし敬語で喋るべきなんでしょうけど。そっか、ありがたい。じゃあ普通にタメ口で喋ろう。ん、微妙にタメ口が何か分かってない感じだね。あ、そういえば記憶喪失なんだっけ。説明が難しいな、意外と。この国には敬うべき年長者などには丁寧に喋るという風習があってね。浮世には何かと面倒なしきたりが多いんだ。ともあれ、今日はわざわざお呼び立てしてごめんね。うん、こないだ日を改めてちゃんと話そうって約束したからね。覚えていてくれて頂上だ。あなたは記憶喪失だって言うけど、後から覚えたことをまた忘れたりはしない感じなのかな。ある時期を境にしてそれ以前のことが全部頭から抜け落ちてる感じか。それ以降この町に来てからのことは全部覚えてるんだ。だったら私たちかなり前に会ったことがあるのは覚えてる？うん、職業案内所でチラッと会話したよね。あれから多少月日が流れたのに記憶に留めてくれていて嬉しいよ。私が可愛いから出会った時のことが強く印象に残っていたのかな。普通にそうだよってうなずかれるとむしろ照れちゃうな。冗談だったのに逆にからかわれてる感じだね。悔しいな。本来私の方が年上の人を翻弄する立場なのに。あなたはテンポが独特というか何を考えているかわからなくておちょくるのが難しい。楽しくもあるけどね、逆に。この人について調べるのがナイトメアとしての私の任務だけど、そういう下心があって接することに罪悪感が湧くぐらい無垢な人だな。なんでみんなこんな無害そうな人をやたらと警戒してるんだろう。まあもうちょっと踏み込めば私にもその辺が理解できるのかな。未熟者なりにあなたのことを探らせてもらうよ。ん？ああ、申し訳ないね、じっと見てしまって。あなたはイケメンなのでつい見とれてしまった。イケメンという言葉の意味がわからない？ほんと記憶喪失だとからかうのが難しいな。ギュッとするようなことを言って注意をそらそうと思ったのに、うまくいかないというか私らしくない感じだね。はあ、もう調子がおかしい。どうしてかな、あなたと喋ってるとなんか赤ちゃんをあやしてる気分になる。まあ時間はあるし、ゆっくりのんびり語り合おう。まずは飲み物と食事を頼んでいい？今日の午前中はナイトメアの戦闘訓練で
死ぬほどしごかれたからね。お腹ペコペコなんだ。あなたも昼ご飯を済ませてないならおごるから好きなだけ注文してね。このお店は美味しいって評判なんだよ。その分値段も張るけどね。この会食って任務扱いだから食事代が経費で落ちるんだよね。興味深い男の人とおしゃべりしながら美味しいご飯を食べるだけって仕事にしては楽ちんすぎる。強敵と命がけのバトルがしたくてナイトメアに入ったのにね。まあいいけど、なかなか楽しいし。ん？メニューの文字を見てもどんな飲食物なのかわからない？記憶喪失だもんね。仕方ないな。じゃあ一つ一つ教えてあげる。まったくもう手のかかる人だね。まだあります。あ、楽しかった。めちゃくちゃ喋ったな。全身がポカポカする。私の所属するナイトメアは厳格な雰囲気だし、私もまだ慣れてなくて、あんまり気軽に雑談とかできない感じなんだよね。私はまだまだ新入りだし、目つけられたくないからおとなしくしてるしね。でも私おしゃべりが大好きだから、それが苦痛でね。結構ストレスが溜まってたみたい。お腹の奥に溜め込んでた喋りたいことを全部吐き出してすっきりした。はあ、体が軽い。意味もなく駆け回ったり踊ったりしたいぐらい。むしろごめんね。今日はあなたのことを聞きに来たのに。だいたいずっと私が喋りっぱなしだったね。目的を見失ってた感じだ。任務失敗かな。でも記憶喪失なせいか全然喋ってくれないんだもん。それに私が何でもないことを言っても素直に感心して聞いてくれるから嬉しくってさ、ついつい長話をしてしまった。ごめんね。ずっと聞いてるだけっていうのは退屈だったでしょう。そう、そう言ってもらえると救われるよ。あなたはいい人だね。好きになっちゃいそうだ。ダメだな。別にあなたと仲良くなるのが目的なわけじゃないんだけど。まあいっか。別に急いで聞き出したいことがあるわけでもないし、今日は親睦を深められただけでひとまず上趣味だったとしよう。私が一方的に喋っていただけでもいろいろ得られることはあったし、どんな話題に反応するかとか食事や飲み物の好みとか確認できたしね。この時間は無駄にならない。そう自己弁護して今日は満足してお家に帰ろう。できれば今後あなたの都合のつく日にでもまた会って喋れたらいいな。もちろんご迷惑でなければね。その時にこそもっと深く踏み込んだ話ができたらって思うよ。急がず焦らず一歩ずつ、それが実際一番の早道だよね。じゃね、私は家がこっちだからこの辺でお別れしようか。今
は気づいたけど、もしかして私のことを自宅の近くまで送ってくれてた？あなたが寝泊まりしてるところは確か逆方向だもんね。ああ、男前なことをするね。さりげなく紳士的な振る舞いをするのは好印象だ。ほんと、あなたのことを好きになっちゃいそう。ん？何も考えずにだらだら私と一緒に歩いてただけ？照れてるのかな？あなたがそう言うならそういうことにしてあげてもいいけどね。夜道の一人歩きは危険だし寂しいし、一緒に歩いてくれて助かったよ。あなた的には女性をエスコートしたというよりは子供を保護してあげた感じかもしれないけど、あなたの方がそれなりに年上だもんね。私実家が厳しい道場でさ、普段は全然女扱いも子供扱いもされないから、そちらの意図した行為かどうかはさておき、とても嬉しかった。それだけ。じゃあね、今度こそバイバイ。ああ、何？私に何かを投げつけたね。不意打ちは困るよ。完全に気を抜いてた。あなたが暗殺者だったら今頃私は織田仏だったね。まったくもう恐ろしい人だよ。はあ、驚いてしまって投げつけられたものを受け取ることもできなかった。地面にいろいろ散らばっちゃったね。で、これ私のカバン？さりげなく私のカバンを持っていてくれたんだ。やっぱりなんだか紳士的だね。手渡すんじゃなくていきなり無言で投げ渡すのはどうかと思うけど。ああ、もう書類とかが路上にぶちまけられちゃったよ。あ、やば、見られちゃダメな書類がある。この人のことを調査しろっていう指示書とか、事前に渡された資料に添付されてた隠し撮り写真とか、これを見られたらおしまいだ。怪しまれて嫌われて避けられちゃうかも。誰だって自分のことを調べてる人間にはいい気がしないはずだ。私だって同じことをされたら不気味に思うだろうし。ごめん、自分で拾うから。あなたは気にせずに帰ってくれてもいいよ。え、そういうわけにもいかない？カバンの中身を地面にぶちまけちゃったのは自分だから書類とか拾うって？あなたったら律儀っていうか、やっぱりいい人だな。でも今はその困るっていうか。ああ、それは見ちゃダメ。見た、慌てて書類をかき集めたけど、一番言い訳の聞かない隠し撮り写真をバッチリ見られた。どうしよう、どうすればいい。考えるんだ私。あのね、そのこれには事情があって。そうだ、実は私、あなたと初めて会った時からちょっと気になってて。こういうのって一目惚れっていうのかな。だから口実を作ってこうして会って喋ったりしたわけだ。この言い訳で大丈夫かな。我ながらとんでもないことを口走っちゃった気がするけど、今はとにかく勢いでごまかす。そういうことだから、変な勘違いをしないでね。私は単にあなたのことが大好きなだけ。本当だよ。だから今日はあえて嬉しかった。
それだけ。じゃあこれで失礼するね。バイバイ、またね。これでもうないな。あなたとの時間はとても楽しいよ。まあ私が一方的に話してるだけだけどね。あなたも楽しかった？そっかありがとう、よかったよ。あなたは優しいね。それに紳士的だ。調査するなんて罪悪感があるよ。え？ううん、なんでもない。あなたさえ良ければまた会いたいな。まだ行けますね。街中で可愛く着飾ってショッピングとかしてるのが目に入ってくるし、これでいいのか、貴重な青春を無駄にしてないかって自問自答しちゃうよね。まあ自分で選んだ道ではあるけど、たまにちょっと得られたものではなく失ったものについて考えてうなだれちゃうよね。はあ、ダメだ。走りっぱなしで疲れたせいか思考までどんよりしてきた。迷宮止水、もっと集中して励まないと。どうしたどうした、新入り、脇見とは余裕だな。元気が余ってるならもう3周ほど町の外苑を走ってくるか。いや、あのすみません、ちょっと一瞬抜けます。ほら待て、どこへ行く？友だい？すみません、後で追加で3周でも10周でも走りますので。どうしてだろう、近頃うまくいかないな。小器用に上に逆らわずいい子にして気に入られてナイトメアの中で出世するつもりなのに。まあいいや、それよりも今はあそこで倒れてる人が気になる。あれってあの人だよね。なんであんなところで寝転んでるの？お昼寝ってわけでもなさそうだし、暴漢か町に入り込んできた魔物にでも襲われたとか。こないだ変なことを言っちゃったから顔を合わせるのが気恥ずかしいけど、そんなことは言ってられないよね。一大事かもしれないし。ねえ、ちょっとどうしたの？大丈夫？どうも単に寝てるだけっぽい。どういうこと？あ、そういえばこの人についての資料に特筆事項として書かれてたことがあったような。この人への何らかの超常的な存在の関わりが指摘されてた気がする。その何者かによる干渉でこの人はたまに意識を失うとか。
相変わらず。私が勝ったんだから、負けたあなたは今日一日私の言うことを何でも聞くということでいいよね。察しが悪いね。私は剣術道場の娘だよ。どんな勝負でもいつでも真剣にやる命がけでね。三熊流において敗北は死を意味する。あっち向いてほいだろうと、勝負は勝負だ。その勝敗の意味は重い。勝者である私は、敗者であるあなたの生殺与奪の権利すら得たと言える。もちろん、もしも私が負けていたら、あなたの言うことを何でも聞くつもりだったよ。どんなスケベな要求にも喜んで従ったとも。だが残念、勝ったのは私だ。あなたには私の命令を何でも聞く義務がある。どうだ、何か質問はある？ともあれ、そんなに難しい要求はしないから安心してね。ここで会ったのも何かの縁だ。ちょっとゲームの攻略を手伝ってくれないかな。あなた確かゲームは結構得意だったよね。私は常々感心していたものだよ。ああ、どんな人間にも神は才能というギフトを与えてくれると。あなたにとってそれはゲームだ。あなたはゲームの天才だ。私は心からそう思っている。決してあなたをおだててその気にさせようとしているわけじゃないよ。ほら、そこの筐体が見える？最近流行ってるガンシューティングゲームの亜種でね。なんとびっくり、刀の形をしたコントローラーを操作するんだ。画面にどんどん出てくる悪い忍者や武芸者をその刀でバッタバッタとなで切りにしていく。私はこのゲームを学校の友達とやることになったんだけど、私剣術道場の娘だからきっと上手に攻略できるだろうと。まあ友達から過剰に期待されていてね。でもゲームと実際の剣術は違うしね。期待に応えられるか不安でこうして練習してるわけだ。できればみんなの期待を裏切りたくないからね。でもなかなか苦戦してるから、横で見ながらアドバイスしてくれないかな。できれば最終面までノーミスで攻略できるぐらいには鍛えたいんだ。もちろん一緒に遊んでくれるだけでもいいよ。一人で延々とプレイしているのも辛くてね。私は基本的に寂しいとダメになるタイプだから。OK かな。ありがとう、あなたは優しいね。いやー、私はいい先輩を持ったものだ。あなたとのご縁に感謝しよう。これはいつものような冗談じゃないよ。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めればすぐに忘れちゃうわ。あんたとあんたが縁を結んだこの記憶を元にして再構築した、まあ変な表現だけど自主制作の映画みたいなものね。重要なエピソードはもっと心の奥深くにあるから、今はそこまで手が届かなくて、本当に何でもない日常的な場面しか見せられないわ。なんて今のあんたに言っても仕方ないけど、何はともあれ気をつけてね。どうもともちゃんが所属してるナイトメアとやらはうすうすと私の存在を察知してるみたいだし、私は今結構無防備な状態だから狙われるとやばいのよ。だからできれば私との関わりは誰にも知られないように気をつけておいてね。あんたは目を覚ましたら大体のことは忘れちゃうけど、一応そんな風にお願いしておくわ。頼んだわよ、ともちゃんに対してもうまいこと言ってごまかしといて。まああんたがともちゃんを言いくるめたり言いまかしたりするのって見たことないけど、口が達者だもんね彼女。
年下の子にいいように翻弄されるのって割と情けないし。まあ頑張りなさいよ、応援してるわ。よかった、目が覚めた。大丈夫？気分が悪かったりしない？あれ、どうしたの？私からじりじり遠ざかって。困ったな、私あなたに嫌われちゃったのかな。それとももしかしてこないだ愛の告白めいたことをしちゃったから照れてるというか意識されちゃってる？誤解なのに、ついいろいろとごまかすために口から出まかせを言っちゃっただけだよ。どうしよう、まさか本当のことを告げるわけにもいかないしな。なんで私のおでこに触るの？顔が真っ赤だから熱でもあるのかと思ったって。大丈夫だから、ご心配ありがとう。じゃあ私は訓練の途中だから行くね。よくわかんないけど、寝るならちゃんと自宅のベッドで寝た方がいいよ。バイバイ、またね。トモはですね、トモより上はやってない。たくさんいるんですよね、カスミとか。残り1体やりました。やった、お姉ちゃんしっかりできたよ。Thank you.
お？ああいうのって大体お約束のパターン
美食殿を訪ねてこなくなってしまうの。どこからどう見ても悪の結社よね。余裕の勝利です。恥ずかしめ、気を引き締めます。将軍と共に特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。将軍、手をつなぐです。これで日本と将軍は固い絆で結ばれたです。この種族なかなか着心地がいいな。どうしたのじゃ。こっちか。将軍の草履、懐で温めておいたです。一緒に出かけましょ。はい、ということで今回は キャラクターですね、こちらをやっていきました。こっちから行った方が良かったかもね。でコボコガールズキャンプを行う予定です。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。